このセッションは、永続的識別詞について全く知らない人、あるいはその基本について復習したい人のためのビギナーズガイドです。今回で5回目を迎えた2021年のピダパルーザは、コロナ禍のためにオンライン開催となりました。1000人以上が参加して、各国語でのセッションもあって非常に盛況でしたが、オンライン開催ということで技術的なチャレンジもありました。日本語セッションのうち、この PID ビギナーズガイドでも当日、技術的な問題が発生したため、このビデオは後日改めて録画してお届けしています。英語でも同じセッションが企画されましたが、ボランティアスタッフによって中国語やスペイン語などにも翻訳されました。この日本語でのご説明は、私、宮入が担当させていただきました。まず、永続的識別詞とは何かということについてご説明します。永続的識別詞、英語では Persistent Identifier と言いますが、最近では PID という略称が使われることが多くなってきました。PID には主に2つの属性があります。まず第一に、永遠ではないにせよ、非常に長い間使われるということを意図しています。第二に、世界で1つユニークなものであるということです。PID を使えば、全く同じ名前の異なる人物を識別することができますし、一人の人物が複数の名前を持つこともできます。PID はユニークですから、名前が変更されたり省略されたりしても、一つの ID に結びついていれば識別することができます。特に私たちピダパルーザの参加者の多くが重要と考える PID の特徴として、それがオープンであること、あるいは少なくとも PID にリンクされているメタデータがオープンであるということが挙げられます。オープンな PID は情報や共有が簡単でたくさんのメリットがあります。研究コミュニティで使われる主な PID には人、場所、物の3つのタイプがあります。例えば人に付与させる識別詞にはオーキッドやイズニー、場所としての研究機関に付与される識別詞にはグリッドやロアがあります。おそらく皆さんもよくご存知の DOI は物に付与される識別詞の代表ですが、他にも地質サンプルに付与される IGSN、 研究アクティビティに付与される LAID などがあります。それでは永続的識別詞は何をするのか考えてみましょう。まず、人や物、場所を表す PID は、それ自体が何なのか、どこから来たものかという来歴や出自に関わる情報を提供します。PID にリンクするメタデータには、その識別詞がいつ、誰によって作成されたのか、あるいは更新されたのかといった情報も記載されます。また、PID の永続性を保証するために、それを提供する機関は PID の運用ポリシーを公開しています。1位に何かを指し示すというのは PID の重要な特徴ですが、実はこのユニークさというのは人間がそれを見てユニークだと判断できるだけではなくて、人工知能やプログラムなどがそれを判断できるというメリットもあります。これを機械可読性と言います。つまり PID とそれにリンクするメタデータを見れば、それが何でどこから来たものか、誰が永続性を保証しているのか、またその PID が指し示すリソースのありかといったことが分かって、しかも人間に分かるだけではなく、システムやプログラムがそれを理解して次のアクションにつなげることができるのです。次に、 PID が実際何の役に立つのか、またなぜ重要なのかについて考えてみます。 PID の最も基本的な役割として曖昧さの解消が挙げられます。これは特に人物の特定に有効です。例えばロビン・ダースラーという人はたくさんいるかもしれませんが、このオーキッド番号が表すロビン・ダースラーは一人だけです。あるいは同じロビン・ダースラーが RH ・ダースラー、RL ・ダースラー、あるいは旧姓のロビン・ハワードなど異なる名前を使ったことがあるということもわかります。PID がユニークなものを指し示すということは、正しいリンクを提供して確実にそれにたどり着けるようにするということでもあります。その代表的な例が論文などに付与される DOI です。クロスレフが学術出版物に DOI を付与し始めたのは20年も前のことになりますが、今ではほとんどの出版社が論文に DOI を付与しています。
コンテンツの公開から時間が経って、その URL が変更されてしまったとしても、あるいは出版社が合併して、もともとのリンクがなくなってしまったとしても、DOI のリンク情報を常に最新に保っていれば、確実にコンテンツにたどり着くことができます。さらに、PID のメタデータに記述された情報によって、総合運用が可能になります。組織の内部で、あるいは異なる組織同士がそれぞれ違う番号体系を使っていたとしても、PID のメタデータにそれぞれの番号体系を結びつけることによって、それを介して同じものや人の特定が違うシステム同士でも可能になります。例えば、オーキッドレコードに様々なシステムの中で人物を特定する ID を記述しておけば、異なるシステム同士でもオーキッドを介して同じ人物を特定することができるようになります。さらに、PID やメタデータが機械可読であれば、人間が仲介しなくても、システム同士が自動的に人や物をリンクすることが可能になります。研究データに関するフェア原則、皆さんご存知でしょうか？ファインダブル、アクセシブル、インターオペラブル、リユーザブルという4つの原則ですが、これは研究データそのものだけでなく、メタデータにも適用可能です。実際、PID はフェア原則で大きな役割を果たします。著者にはオーキッド ID、組織にはロア、研究成果物には DOI を付与することで、研究者や出版物の所在が明確になって、アクセスに必要な情報が得られますし、総合運用性や再利用の可能性が高まります。PID を研究プロセスの最初から終わりまで一貫して、すべての段階で使うことによって、研究インフラの信頼度が高まります。助成金の申請から研究出版、研究広報など研究プロセスの各段階で、私たちは常に同じ情報を何度も何度も入力することを求められます。研究に関わる人や組織、あるいは研究のインプット、アウトプットに付与される PID を常にメタデータとしてシステムやプラットフォームの中で記述できれば、情報の互換性が高まり、何度も同じ情報を入力せずに済むようになりますし、入力の際のエラーも減ります。PID でつながる研究インフラは、研究者だけでなく、研究管理者や組織、そしてより広いコミュニティの中で情報のエラーと入力負担を軽減して、結果的にインフラ全体の信頼性を高めることにつながります。研究者や機関、出版物、データセットなどユニークな識別子を付与すること自体が PID のゴールではありません。それらがお互いにリンクして関係性を表すということによって、 PID の真のパワーが発揮され、さらに多くの情報の利用とアクセスの可能性が高まります。個々の PID が他の PID とつながることで、何倍もの価値をもたらすことになるのです。PID 同士をつないで、このような PID グラフができます。ここでは研究者がどの機関に所属しているか、あるいはその機関から助成金を得ているのは誰か、そうした研究者たちが出版した論文はどれか、その論文に関連するデータセットやソフトウェアは何か、といったようなことが概念的に示されています。このような PID 同士が形成するリンクというのは、実際に私たちが利用しているサービスの中にすでに存在していて、知らぬ間に恩恵を受けています。PID 同士がつながることによって、いろんな情報を自動的にたどったり取り出したりすることができるようになります。例えば、ある研究者は誰と共著しているかとか、欧州委員会から資金提供を受けたデータセットはどれか、そのうち論文に引用されているものはどれかという感じです。このように PID グラフは決して概念的なものだけではなく、すでにいろいろなサービスの中に実装されています。特にオープンで機械可読という PID の特徴によって、異なるシステムやプラットフォームが PID を介して新たな情報価値を生み出すようになっています。それではここで、ほぼどこにでも現れる PID とその提供団体についてご紹介します。皆さんご存知のオーキッドは、研究者をはじめ研究に関わる様々な個人に対して PID を提供しています。運営母体であるオーキッドは国際的な非営利団体で、提供される PID 自体もオーキッドと呼ばれています。
OKID とは、Open Research and Contributor ID の略で、研究に関わるすべての人々の名前の曖昧さを解消します。また、彼らの業績や所属先などをメタデータに蓄積して、生涯にわたって利用できるようにレジストリに保存します。今では、たくさんの学術ジャーナルが投稿時に OKID の登録を求めているので、ジャーナルに投稿するために OKID を取得したという人も多いかと思います。個人による OKID の登録や利用は完全に無料です。自分の OKID レコードは自分で管理しますが、信頼する組織、例えば自分が所属する大学や論文を投稿した出版社などに OKID をデジタル認証することで、所属情報や出版業績など自動的に書き込んでもらうことができます。実際、そのように第三者が保証する情報が OKID に蓄積されていくことで、メタデータの信頼度も上がりますし、自分で入力する手間も省けるようになります。皆さんは自分の出版物に付与される DOI がどこから提供されているかご存知ですか？国際的なジャーナルの多くはクロスレフのメンバーとして DOI の提供を受けています。すでに設立から20年以上経過した現在では、クロスレフは PID の提供事業者というよりは、そのサービス全体がオープンな学術情報基盤となっています。例えば、一つ一つの出版物に DOI を付与する以外に、クロスレフは文献同士の関連性、例えばどのプレプリントが最終的にどのジャーナルに受理されて出版されたかとか、どの論文がどの論文を引用しているか、あるいは一度出版された論文が後に撤回されたといったような情報をオープンなメタデータとして提供しています。また、出版物以外にも助成金情報や学会発表、査読のコメントなど、あらゆる研究のインプットやアウトプットに関わるものに対してクロスレフは DOI を付与しています。クロスレフは非営利団体ですが、出版社を中心するメンバー機関からの収入によって持続可能性の高いビジネスモデルを持っています。データサイトも DOI の提供団体ですが、出版物よりも研究データへの DOI と付与に特化したサービスを提供しています。データサイトも国際的な非営利団体で、会員組織としてメンバー機関にサービスを提供しています。データサイトが付与する DOI とそのメタデータは、やはりオープンに提供されていて、誰でもハーベストすることができて、様々な検索エンジンなどで検索可能となります。Connecting Research, Identifying Knowledge というビジョンを掲げるデータサイトは、研究成果の発見可能性を高めて、研究データ管理のベストプラクティスに準拠して、メンバー機関や利用者が研究成果の追跡や報告を簡単にできるようなサービスを支援しています。Research Organization Registry、略して ROA は比較的新しい PID です。他の PID と違って明確な運営母体を持っていませんが、その活動はカリフォルニアデジタルライブラリー、クロスレフ、データサイト、デジタルサイエンスなどによって支援されています。本格的にサービスを開始した2019年以降、すでに50以上の組織から賛同を得ています。昨年には今後の活動資金に充てるためにコミュニティからの寄付を募って、日本円で約2000万円くらいの資金を確保しました。今後、研究に関連する組織を特定する ID のデファクトスタンダードとなることが期待されています。今回のピラパルーザの参加者をはじめとして、PID についてディスカッションしたり、PID を使ってシステムやサービスを構築している人々が世界にはたくさんいます。このセッションに参加している皆さんの多くが、PID についてもっとよく知りたいとお考えだと思います。そんな皆さんのために、次の4つのステップをご紹介します。PID についてもっとよく知りたいと思ったら、まずは使ってみることです。すぐにできることとしては、あなた自身の OKID を取得することです。研究者でなくても構いません。OKID のウェブサイトにアクセスして無料で登録ができます。もし論文を出版したり、プレゼンテーションを発表することがあれば、DOI を付与してくれるサービスをぜひ使ってみてください。あるいは、所属先の機関リポジトリなどでも、そうした出版物やプレゼンテーションなどに DOI を付与してくれるかもしれません。次に、自分が持っている PID 同士をつないでみましょう。
例えば、データセットをゼノドにアップロードするときに、関連する識別子を記入する欄があります。そのデータセットを使って書いた論文とか、データの分析に利用したソフトウェアなどがあれば、その PID を記入することができます。また、データセットの作成者として、忘れずに自分のオーキッドもリンクしておきましょう。このように、一つの PID の中に関連する他の PID をメタデータに記述しておけば、PID グラフが自動的に出来上がって、他のシステムやプラットフォーム、利用者などが自動的にたどり着けるようになります。そして重要なのは、そうした PID とメタデータをオープンに共有することです。クロスレフやデータサイトのようなサービスは、リンクした情報を集約して利用できるようなサービスを提供しています。そうしたサービスの中に、あなたの PID が流通することで、PID グラフの一部となっていくのです。オープンな PID とメタデータは、研究情報の可視化と相互運用を可能にします。PID を自分で使っていてわからないことを尋ねたい、あるいは運用のベストプラクティスを共有したいというような方は、ぜひ PID フォーラムにご参加ください。PID フォーラムは、PID に関するニュースやイベントの告知、新しいサービスの紹介など、PID に関わる世界中の人々が参加する無料のオンラインコミュニティです。大変駆け足でしたが、このセッションでは永続的識別子の基本についてご紹介しました。オンライン開催の当日にご参加いただいた方々には、改めてお礼申し上げます。また、後日このビデオをご覧になっている方、ぜひ来年のピダパルーザ、あるいは PID フォーラムへの参加をご検討いただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。